どうもスリカです。今日はバタフライの映像を見ながら、バタフライ私の呼吸どうなってるのかというのをお話ししていこうと思います。これ発見しちゃったんですよ。もうすごい面白くて、動画にしちゃおうと思って回しました。あんまり皆さんなんか呼吸とかってそんなに気にしなくないですか？泳いでて、まあなんか肺活量があんまりないとか、肺が小さくて持たないとかは人それぞれあると思いますが、今回その注目していくのはどこで息を吐いてるのかっていうのに、私はちょっと注目して見てみました。そしたらすごい面白かったというか、めちゃめちゃ理にかなってるなって思いました、我ながら。まあこれあくまで私の今映像で見てるバタフライの時の泳ぎなので、実際自分が大会出た時とかはこうなってはないと思いますが、おそらく普段私は泳いでる時にこういう空気の使い方をしてるんだろうなって思います。さあ皆さん、超スローで見ていただいて分かりますでしょうか？まあ基本的に呼吸終わった後、肺がもういっぱいいっぱいになってるので、どんどん吐かないと次の呼吸はできないですね。なので水中で何を行ってるかっていうと、吐いてる動作だけ。その吐いてる動作っていうのは一体どこで行われているのか、私考えてみたんですよ。自分が泳いでる時、まあ、バタフライ以外でも泳いでる時っていつ息吐いてんだろうって。ですごいかすかに記憶があるのが、学生時代の頃鼻から息を出しながら泳いだらそれだけでスピードがつくと思ってました。実際はそんなのないんですよ、全然ね、ないのに思ってた時期があったんですよ。だから泳いでる時にもう息継ぎをしたらすぐに吐き続ける。なんでその知識があったんでしょうね。よくわかんないですけど、なんか誰かのを見たのかな。この人ずっと吐いてるなっていうのを見て、もしかしたら真似してたのかもしれませんが、まあ多分その人を参考にする必要はなかったですね、きっと。まあ吐き続けることによっていいことはないと思うので、まあそれはぜひ真似しないでいただきたいです。でもかといって息継ぎしました、ずっと息止めて苦しくなって一気に吐いて息継ぎっていう風にはやってないなって感じたんですよ。じゃあ実際どこで私は息を吐いてるんだろうと思って、そういうのをちょっと気になってこのバタフライの映像で見てみました。さあ皆さんどうですか？もう分かりましたか？一緒に見ていきましょう。その顔面の空気の出方、鼻から空気が、はい、出ましたね。でまだここ息継ぎしてないです。はい、出ましたね。でここで呼吸しました。はい、出ました。でここも息継ぎなし、はい、出ました。
で息継ぎして、はい出ました、息継ぎして出ました、息継ぎなし出ました、息継ぎなし出ました、息継ぎなし出ました、はい、めちゃめちゃ理にかなってると思いませんか。いや我ながらすごいなって感動してました。いやそうなんですよ、本当にこの通りで、肺がパンパンのまま沈むことってできないんですよ。いやまあそりゃ足は沈むことはできるけど、上半身は沈まないんですよね。ぜひあのプールでやってみてください。もう肺にパンパンに空気を入れて、手も足も伸ばして浮いてみてください。おそらくその肺の位置は沈まないと思います。で空気をそこから出してみてください、少しずつ。するとどんどん沈んできます。要するに肺に空気があったままだと上半身は沈まないんですよ。それを私はバタフライ泳ぎながらやってたんですよ。すごくないですかこれ。いや大会の時やってたのか全然わかりませんが、やっぱ重心だけで泳いでないんだなって思いました。重心をその前にして泳ぐのが、まあ、スピードの出る泳ぎ方なんですけど、それは私は肺は抜きだと思って考えてたんですよ今まで。まあ、足を上にすることで重心が前に行くから、まあ、シンプルに沈んでるんだろうなって思ってたんですけど、どうやらそれだけじゃなかったらしいですね。やっぱり浮き袋もそれなりの役割がきちんと果たされてるので、吐かないと沈まないんですね。いやーすごい。ぜひあの他の種目でも解説してみようと思います。これどうなってるのか気になりません？他の種目、平泳ぎもそうだし、まあ背泳ぎはぶっちゃけ分かりませんが、クロールも気になる。ちょっと解説動画出します。すごいですね。ぜひ皆さんもやってみてください。まあなんか気使うところがおそらく多々あって大変だとも思いますが、余裕のある方はぜひやってみてもいいと思いますね。難しいですよね。だってここで吐く、ここで吐くとか、しかも吐くこの量の加減も私もう自然とやっちゃってるから全然記憶ないんですけど、なかなかの微調整だと思うんですよ。吐きすぎても息継ぎが大変になっちゃうし、まあ、かといって吐かなすぎても体はあんまり沈まないし、その加減も結構難しいんだと思いますね。まあもうこれはおそらく小さい時から泳いでたから勝手に身についたことだとは思いますが、まあこうやって浮き袋もちゃんと役割を果たしてるので、ぜひ使って泳いでみてください。新しい新発見でしたね。
また吐くタイミングも多分ちょっとずつ違うんでしょうね。微妙なズレがあるとうまくいかないかもしれないですね。ぜひ皆さんがやってみた感想も聞かせてほしいですね。キックと手のタイミングがずれるようなもので、息を吐くタイミングがずれるとまた体のうねりとかもずれてしまうのかもしれないです。ぜひやってみてください。ということで、以上バタフライの呼吸でした。ではまた。